はい、今回はですね、薬局開設許可の申請書類についてなんですけれども、許可がたくさんあるんで膨大になりますよね、書類。そうですね、やっぱり薬局の場合は許認可の、ね、関係する書類、関係する許認可も多いですし、あと他店舗でね、展開するケースも多いので、膨大になりますね。それ一つずつ用意していくんですよね。そうですね、ただね、結構ね、省略できたりとああ、かそすうなんるでんすですね。よ。それってどういったものが省略できるんですか？法人の場合とかだったら法人謄本だったりとか、あと主になる本当に平面図だったりとか、診断書とかね、役員さんだったりとか、薬剤師さんだったりとかで必要な診断書とか、使用関係の雇用契約みたいなものだったりとか、結構多岐にわたって省略はできたりしますね。そうなんですね。その中でも、それはもう原本が一部ずつあれば OK っていうことなんですかね。そうですね。で、割とまあ、他店舗でっていうところもそうですし、許可が同じね、管轄が同じ行政であれば、許認可の種類がね、またがってても省略できたりしますし、あと、すでに許可を持ってる人が新たに店舗作る時とかだったら、もうすでに過去の申請で出してるので、変わりなければね、省略できたりとかしますね。あ、過去のものも有効になるんですね。そうですね。変わってないってことは前提になりますけど、でも平面図とかだったら、変わってないつもりでも動かしてたりとかいうことが出ちゃうと、省略したけど実際現地調査とか行ったら変わってて指摘を受けてっていうことにもなりかねないので、平面図とかはね、ちょっと気をつけていただいた方がいいですね。そうなんですね。他は、省略できるけど気をつけた方がいい書類とかありますか？そうですね。